で、5レース予選1着になりました徳島の井口選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まずは前走地元記念優勝おめでとうございます。ありがとうございます。反響とかはありましたでしょうか。まあやっぱこう今回サマーナイト来てもこういろんな方からあのお祝いの言葉いただけるので、まあ、本当ありがたいなと思ってました。ご自身的にもやっぱ地元記念やっぱすごい思いがありましたね。そうですね、やっぱり地元の重圧もありながら、まあ、ちょっとこうしんどい時期もありながら、まあ、ずっと3年連続ぐらいで来た記念だったんで、まあ、優勝できてよかったです。で今日のレースなんですけども、はい、お城攻めになりましたけど組み立てはどうだったでしょうか。取れた位置からで、まあ、後ろ方しっかり切ってから考えようかなと思ってました。残り2周半のところで、まあ、切ったと思うんですけども、はい、まあ、すかさず小林選手が来たところも踏んでその合わせますけど、はい、まあ、こう合わせれるスピードだなと思ったんで、まあ、そこしっかり合わせて、まあ、けどそこからはもっとスピード感ある人が来られたらちょっときつかったとは思うんですけど、まあ、松尾なんで結構先行有利だと思うんでそれが生きたのかなと思います。もう2週半、まあ、その前から踏んでご自身の状態は、まあ、中4日でしたけどどうでしょうか。まあ、思ったより軽い感じはあったんで、まあ、そこはプラス要素かなと思います。この後は中4日でもケア中心にっていう感じですかね。そうですね、もうケアして明日に備えます。では最後に明日の準決勝、その後に向けての意気込みをよろしくお願いします。明日も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。